キチャンネル。さあ、ということで、プロ野球ニュースが終わりました。ということでね、終わってまだ、車の中からね、編集の作業をちょっとでも早くして、皆さんに素早くお伝えしたいというところで、こっから、セリーグ、参りましょう。セリーグ、5対0でヤクルトの勝ちということで、アドバンテージを含めて、パリーグのオリックス同様、3勝ということで、日本シリーズ進出に向けて、リーチがかかりました。さあ、ということでね、今日の先発、菅野、中4日ね、前回阪神戦、98球で終えたっていうところでね、まあ、球数も少なく、この中4日に向けてね、しっかり調整してきて、まあ、ヤクルトはね、第2戦、高橋奎二、今年ね、一番の奥川と同じように成長したね、有望株様、どういったピッチングを見せるのかというところでね、始まりましたけど、初回、高橋奎二、いきなり、力んでたね。本当にね、体は開く、横振りになる、前に突っ込みながら頭を振るっていうね、この気持ちが前面に出すぎてね、若干力んでね、いたところで、制球力がね、定まらず、まあ、先頭ね、松原三振取りますけども、疲労がね、ツーベース、坂本フォアボール、丸三振取って、ウィーラーフォアボールで、ツーアウト、満塁と、ね、初球ボール球から入りましたけども、最後、ね、空振りの三振で、このピンチをね、脱出する。ジャイアンツはね、ここで、一本でもね、ヒットが出てれば、もしくはね、中地の時のね、デッドボールかどうかのリクエストね、あれが当たってればね、ちょっと流れは変わったかもしんないけども、高橋奎二がここをね、しっかり抑えたことによって、尻上がりにね、状態を上げていったっていうところで、まあこのね、クライマックスシリーズ、一番ね、大事な状況の中でね、シーズンの今年ね、良かった状況と同じように、甘くても力強い球をどんどん投げていく。その中で変化球を投げて緩急をね、使うっていうね、自分の持ってるポテンシャルをね、最大限活かせる投球術。ね。っていうところでね、結果、6回102球、2安打8三振、3四球無失点と、本当にね、素晴らしいピッチング。ガッツ。ね。まあ、こういったところでね、やっぱ甘めに投げるとね、打たれる怖さありますけど、持ち前のね、球威、ね、キレっていうところをね、前面に出して、緩急でね、つけて打ち取るっていうね、本当に、見事なピッチング、このコントロールアバウトだけど、球威力あるよってピッチャーね、ぜひこのね、高橋奎二のピッチングをね、真似してほしいぐらいのね、素晴らしいピッチングだったかなと。で、その中でね、ヤクルトは2回裏ね、先頭、村上がヒット、で、サンタナフォアボール、で、中村がね、バンドね、初球真ん中目に引いて、で、バスターでファール。で、ここね、ショートゴロ。で、ショートゴロね、セカンドアウトで、1三塁ね、この時のね、2ストライクからのスライダーね、ボール判定、菅野がーってしましたけども、ちょっとね、審判との相性が悪くね。で、ここでね、ダブルプレー取れずに、ファーストランナーがね、3塁ランナーにね、村上が残ったっていうところが、ヤクルトとしてはね、大きかった。で、その後ね、西浦が1ボール2ストライクからね、アウトコースのスライダーを、なんとかね、必死で食らいついて当てに行って、センター犠牲フライね、非常にグッバッティングね。まあ、強く振ろう、強振しようっていうところじゃなくて、もうなんとかね、当てようっていうね、コンパクトに振って外野フライっていうところがね、見える、素晴らしい対応だったかなと。で、まあね、この、序盤の1点にね、守られ、もう3回以降もね、まあ、ヒット、フォアボール出すけども、このね、3回表もウィーラーね、2アウト1塁からレフトフライ。で、4回完璧に抑えて、5回も完璧に抑えるってね、本当に序盤だけ、このね、1回3回のね、序盤だけはね、ちょっとバタつきましたけど、逆にジャイアンツはね、そこで1本出てれば状況変わってたけど、その1本がね、出せず、2試合連続の零封。で、その中でね、菅野も頑張りましたけど、やっぱ菅野もね、やっぱこの1点も取られちゃいけないっていうね、この状況の中でピッチングしてるから、やっぱり球数も多くなるし、まあね、打たれるぐらいだったらフォアボールっていうね、本当に打線がね、点取らなくても勝てるようなね、本当に苦しいピッチングにね、見えましたけども、まあなんとかね、踏ん張ってましたけど、まあね、6回の裏ね、一気に4点取られて、まあね、5対0で敗戦するわけですけども、まあこの6回裏もね、先頭ね、村上がツーベースになるけども、ウィーラー、あれ止めなきゃね、あれ止めてるとファーストで止まってたらね、まだ状況変わっただけにあれを後ろにやって、まあ、記録上エラーじゃないけどエラーみたいなもんだね。で、その後サンタナのね、ショートゴロ、坂本がね、ファーストへ悪送球、ちょっとそれでね、中地もタッチして追いタッチになってセーフね。あれはちゃんと投げなく、ちょっとなんか握れなかったのかな、ちょっとなんかどもったようなね、感じに見えましたけど、で、ノーアウト一塁になって、で、中村がね、右を送りバンド二三塁。で、オスナね、三振して、で、ここでね、ツーアウト二三塁で、これ高橋奎二が変わらないと思ったのか、
この西浦をね、敬遠。で、その中で、原監督がね、マウンドに行くんだよね。で、マウンドに行って、何かしらの会話が起きて、で、その後ベンチに帰って、申告敬遠。その後に、ショートの坂本とか、菅野がちょっと笑うんだよね。あれは、何だったのかなと。普通に考えたらね、このマウンドに行って、こう、西浦敬遠して、次、川端出てくるかもしれないけど、そこで勝負するからなって、多分言ってたと思うんだけど、ちょっと意図が通じてなかったのか、話の内容が違うかったのか、あの、菅野と坂本のなんか笑いっていうのがね、ちょっと気になるなっていうところでね、西浦は申告敬遠して、代打、川端に、押し出しのフォアボールと。で、その後、塩見にね、左中間を抜けるタイムリースリーベースで、まあ、ジエンドっていう形になるけども、まあね、この阪神戦含めて原監督のね、采配がいい方向に回ってきたけども、このファイナルね、こう、まあね、ここ西浦で敬遠して川端打ち取ってたらなんてことなかったけども、まあでも、ツーアウト、ワンアウトだったらまだちょっとわかるけど、ツーアウトだからね、まあ結果論になるけども、西浦勝負で良かったんじゃないのかなっていうところもあるし、若干このね、中盤に向けてね、ちょっと、菅野の握力がね、ひょっとしたら低下しててね、ボールが抜け気味っていうのが多かったんで、そういったところでも、この西浦勝負でね、まあ結果論になるけどもね、良かったんじゃないのかなっていうところで、まあ原采配がね、裏目に出て、川端ね、押し出し、そして塩見がね、タイムリースリーベースで、もう一気にね、4点、まあこれでね、勝負あったっていう。で、状況的にね、このジャイアンツも、ヒットがね、広岡と坂本のね、一本ずつ、まあこれじゃ勝てないね。やっぱりこのね、ヤクルトはね、塩見がね、今日も5打数2安打3打点、4割4分4厘とね、あと2打席目ね、3回かね、先頭のね、ツーベース。あれももう打った瞬間にね、セカンド狙っていってるからね、その相手の隙を見逃すことなく、このね、もう準備をしっかりした上の全力プレーね、塩見、帝京大学出身、ガッツ。ね、もう本当にね、いい意味で調子乗ってるね。そういった意味では非常にね、一番バッターとしてチームにね、好影響を残してるっていう中で、逆にジャイアンツはね、まあ一番松原がね、まだこのね、令和リレーブレイリンとね、ファイナル打ててないんで、まあ、この一番の差がね、ちょっと得点に結びついてるかなっていうところでね、まあ明日ね、ヤクルトは原、そして巨人はメルセデス、この松原のね、活躍がどうかっていうところになりますけど、まあ2安打じゃなかなか無理だよね。で、その中でね、エラー3つもして、ちょっと全体的にもう流れが悪いね。で、まあ逆にね、ヤクルトは高橋奎二がね、しっかりピッチングして、その後ね、ソアレス、清水、マクガフとね、完璧なリリーフ、ね、ノーヒットで抑えて、まあ試合展開としてはね、本当に完璧な。でも、その中でね、まあヤクルトもね、5本しかヒット打ってないけど、効率のいいね、ところでヒット打ってると。逆にヤクルトもね、まだ山田がノーヒットね、っていうところで若干ね、心配要素ありますけども、周りがね、しっかり活躍して、そのね、マイナス分をしっかり補うっていう形では、非常にね、素晴らしい。まあ、ヤクルトもね、オリックスも、まあこれ2連勝ね、アドバンテージ含めて、リーチ、ね、逆に、ロッテ、巨人は、0点だから、やっぱここをね、明日、一矢報いなきゃいけないっていうところで、まあ原とメルセデス、メルセデスも終盤ちょっとまたついてるからどうなんだろうね、っていうところでね、まあ明日の試合にね、なりますね。さあ、ということでね、明日、第3戦目になりますけども、ロッテ、ジャイアンツともに、打線が本当に湿り勝ち。どうなるのか、もうロッテはね、レアード・マーティン次第。で、巨人はね、中地がね、相性良いんでいけるかな、と思ったけど、今日ね、いいところでも1本出ず、3打数ノーヒットでね、このヒットが出てないっていうところで、まあ全体的にね、ヤクルトの投手陣に完璧に抑えられている。ロッテはオリックスの投手陣に完璧に抑えられている。明日はね、打線が爆発するのか、巨人、松原活躍しないかな、一番でかき回していきたい。ね。ロッテはもうレアード・マーティンがどうにかするしかない。荻野はね、今日ヒット打ってないけど、いい形のね、バッティングできてる。っていうところではね、まあ明日、どうなるのか。まあオリックスね、ヤクルトはミスなく戦っていかなきゃいけないですね。いい流れなんで、一歩ね、足元救われると、ドドドっていく可能性もあるんでね。ということで、明日、第3戦、どうなるのか、終わるのか、まだまだ続くのか。ね。皆さん、明日の試合も熱い気持ちで、両チームの皆さん応援していきましょう。要チェック。